まさやのぼう先生、東欧賞受賞おめでとうございます。最初の教え子として、また演劇集団ご名客の一員として祝辞を述べさせていただくこと、この上なく光栄です。八戸市立白菊学園小学校4学年の担任として、教師を始めてから退職なさるまでの43年間、高校演劇の指導と同時に社会人劇団の活動もなさって、この活動は今もなお続けておいでです。また脚本家として地域の題材を取り上げ、南部弁での脚本も多数ございます。中でもライフワークの一人芝居体操は1982年の初演以来、県内外で50を超えるステージを公演しており、来年の夏には東京シアター会での公演が8月9、10、11と3日間に決まりました。八戸市公民館館長就任後は11年間手掛けている海猫演劇塾、こちらはシニア塾とジュニア塾があり、来年1月6日には本番がございます。8年前から始めた八戸市公民館特別企画演劇公演を、演劇集団ご名客の団員を中心に、東京在住の団員であり演出家の三浦哲郎を招聘し、八戸の若手中堅の演劇人を取り組んで、すべての先生の創作脚本で行われております。作品には我が内なるラピュータや役場の城、九戸正猿の乱などがございます。また南部昔子語り部養成講座を実施し、その中からボランティア集団が生まれました。最近では与那国島で南部弁と津軽弁の二人芝居の上演、今月の12月9日10日には青森市の渡辺源四郎商店稽古場で再演なさいます。来年は1月7日8日に八戸で安藤昭益の一人芝居旅立つ日が予定されております。出版物は南部昔子集が2冊、サメ残照 CD は南部弁の会話集あのナス南部弁です。他に八戸市内の全小中学校へ南部弁の面白さを伝えるためボランティアでの出前講座の案内を出し、南部昔子の演劇指導も含めて毎年実施なさっています。八戸のコミュニティラジオ BFM では面白南部弁講座を開局以来23年間放送されており、今年の12月で500回を超えます。八戸市童話会が主催の森のごとぎ会は今年で100周年を迎え、会員として50年間、会長としては13年間活動なさっています。どこの神社にも所属をしていないサメ神楽は愛好者だけの集まりです。人材育成や運営面も含めてなかなか難しいようです。他の神楽にはない歌舞伎物の組舞や、毎年お盆にサメの墓地で行われる墓獅子を相続させるために苦心しておられます。最後に演舞期間中に行われるお庭演舞の解説は、開始以来20年間背中に貼った回路とともに頑張り続けておられます。先生、これからは少し間を取りながら輝き続けてください。先生の生徒になれたことに感謝します。心からおめでとうございました。柏木直樹。